お互いにモノマネしたりしてたね。してたやってみようか、じゃあ。うちうち、うちだよ。狼、ミオだ。ミオそれは完全に誇張してますよね。うちは誇張なんかしないよ。ミオミオがね、ちょっとなんか妙な感じですよ。うちうち、うちだよ。でも最近ミオちゃんの真似してなかったから、ちょっと精度が落ちちゃってるかな。そうかもしれないね。ちょっとミオちゃんのモノマネが下手になってるってこと。もうそれはちいかわだよね。ちいかわより先に言ったのはうちだよ。別にこれはちいかわ構文じゃないよ。うちが先に言い出したことだよ。そういうことなんですけどね。まあでもね、ちいかわそしてね、あれにもノミネートされてますからね。確かに。なんだっけ、流行りのやつ、ね、流行語ってこと。そう、流行語ってことよ。じゃあ、オオカミミオが流行語になるのも時間の問題ってこと。そうだ、いいね。なんかちいかわなんだけど。うちってちいかわだったの、もしかして。うちってちいかわ、うちちいかわなの。ミオちゃんのモノマネ、なんでこんなに下手くそになっちゃったのかな。あんなに上手かったのにな。そうなんだ。何が足りないんだ。なんだ。本番ミオンでチューニングしてないからかな。あー、やっぱチューニング必要なんだ。本番ミオン、オオカミミオだミオン。上手かったっけって言われてるわ。そもそもな、そもそもな、うまかったよろがい。うまかった、めっちゃうまかったって言われてるよ。なんでこんなあんまりうまくなくなっちゃったんだろうな。なんでかね。みみ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 。その可能性はある。古いんだ。うん、やっぱ今はね、もうすぐ始まるにょんにょんにょんの放送。大気大気大気、わーわー。こっちだもんな今は。いや、そうなんだよな。そうだよね。僕がみおちゃんが料理してる最中に勝手に配信ソフトねえ、ぐちゃぐちゃにして。懐かしい。みおちゃんのオープニングをさ、勝手に作ってたあの頃とは違うもんな。なんかちょっとパソコン貸してもらっていいって言って、うん、いいよって言ったら、なんか、ちょっと勝手にオープニング作っといた、みたいな。こん中に僕がいるよ、つって。やってた、やってた。やってたよね。懐かしい。そんなことしてたね。やだー、最悪。ここにぶつけてくんの。ひどいよ、ひどいよ。こんなとこにぶつけたらうちたんこもできちゃうよ。これでもちいかわなんだよな。確かにちいかわだわ。痛い。最悪だ。すごいな。確かにちいかわだわ。ちいかわだ。ちいかわなんだよな。そうだね、混ざりつつある。うん、ちょっと似てる。なんか全然、うん、意識してなかったところで、うん、なんかフレアとマリンのスプラトゥーンに混ざった時に、うん、マリンがなんか、ミオ先輩ってなんかちいかわみたいに喋り方しますよねとか言われて。そうなのってなったけどね。ハチワレじゃなくてちいかわの方なんだ。そうだ、ハチワレちゃんみたいな話し方するって言われた。へー、そのことの何々ってこと以外にってこと。あ、そうへー。でもなんでそのなんか似てるって言われたのか、うちは全然分かんなかったけど。そうなんだ。あ、何々なんだけどみたいな、そういうこと。なんか語尾がカタカタになるから。なんかね、すごい、なんだっけな、そうなのってすごいなんかすごいテンション高く言ったら、はい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 、すごいそんなこと言われたな。なるほどね、確かに言われてみればちょっとわかるかも。あ、ほんそうなんだ。うん、ちょっとわかるかもな。え、みお先輩どれくらいでした？募集かけたよ。
あ、無事はい。あー、でも結構割とやってるかもな。毎日レベルで。でもバイトばっかやってるかもしれない。あ、バイトなんですね。やっぱバイト、そうそうそう、過酷よな。そうなんだよ。バイトなんだ。え、バイト船長実はね、まだね、一回もやったことないんですよ。どうなの？リアクションかわいい。なんか、ミヤ先輩って本当はちいかわの八割ちゃんみたいですよ。なんか喋り方が、そうなの？っていうか、かわいい。うちのちいかわなんだってことNHK みたいな喋り方。そうなの？かわいすぎる。そう、ほら。やばい。やばい、キラが。怖いよ。ここね、落ちるからな。やっぱ、間違いない。みおちゃんのさ、この、みたいな、かわいいよね。真似しとく。真似、ま、真似しとくっていうか、かわいいのものにしとく。いや、もうやるたびに、あ、それミオシャのやつじゃん、になるやつじゃん、それ。ミオシャのやってるやつがかわいいと思って、やってるやつじゃん、になるやつじゃん。あ、かわいそうがかわいいのやつか。そう。ひどいよ、うちうち。あ、でも、ミオ客されてる時のミオちゃんのモノマネならできる気がする。どんだけよく聞いてんの。痛いよ、うちの何したって言うのやめてよ。あ、ほら似てる。確かに、うちが何したって言うんだって言ってるかもしれない。ひどいよ、うちが何したって言うの。うちのことがかわいそうだと思わないのかって言ってるわ。あー、これかこれかって、これですね。これからミオちゃんのモノマネ披露するときにこっから入んないといけなくなるな。なるほどな、チューニングはそこか、うん、ここから始まる。、うん、結構ニッチなチューニングだと思うけど、ね、確かにザワッとするよね。じゃあミオちゃんのモノマネやりますって言って、ひどいよ、うちが何したって言うの。ひどいよ。これはちょっとざわつくわ。どうしたの？どういうこと？どういうこと？どうした？どうした？ひどいことされたのよ。ひどいことされたのか。ひどい、痛いことされたのよ。うちは弱々狼なんだよ。いや、めちゃくちゃ言うやん。あ、でも似てるって。マジ？うん。さっきのよりは似てるっぽいよ。そうなの？うん。さっきのちょっとガードが古かったかもしれない。あ、確かに。最新のミオちゃんはこっちなのか。かわいそうみたいな。細かくて、そんな感じだった。伝わらないホロメンモノマネがあったらこれでいけるわ。最新版はじゃあそれということで。そうだね、これでいこうと思います。鈴木ちゃんにも今度聞いてもらおう。鈴木ちゃん、鈴木ちゃん聞いて聞いてっつって。あー、でも確かにみんなそういう感じだよねって言ってくれそう。あ、似てる似てる、あーって言ってくれそう。言ってくれそう。ふぶきちゃんもね、全肯定してくれるから。そう、ふぶきは割と全肯定だから。ねえ、わかるわかる。うん。やろう。